中尾流の楽しみを教わった表の祇園、その雅な世界を女性の目から見るとどう映るのでしょう。舞妓さんの舞台裏をそっと覗かせてもらいましょう。祇園の風情に魅せられて舞妓さんに会いにやってきたのは松川ひろ子。舞妓さんと待ち合わせなんて初めてなんですけれども緊張しますね。あ、こんにちは。こんにちは、はじめまして。綺麗ですね。お名前なんかしら。好みと申します。お茶屋マス梅で西安氏と中尾さんに舞を見せてくれた舞妓好みさん17歳。祇園を歩けばたちまち観光客の人だかり。めっちゃみんなカメラが走って画面でも走ってあまりこういう大通りは、まあ、できるだけ細い道で行きます。くしゃみしただけでびっくりされます、ね、あ、こちらですか。ここお茶屋さんですよね。そうですね。昼間からこういう風にお茶屋さんに、うとこのお茶屋さん、沖屋さんも両方。沖屋さんというと、あの私らの住んでる家の、ここに住んでらっしゃるんですね。奥へ歩いて行くと住まいである沖屋の入り口とお座敷のあるお茶屋の入り口が並んでいました。舞妓さんの住まいである沖屋にはこのようにお茶屋と一緒になっているところもあれば別になっているところもあります。京都には5つの花街がありそれぞれに芸舞妓がいます。舞妓になる時はみんな見習いとして沖屋に住み込んで、おかみさんや先輩のお姉さんたちから行儀作法や京言葉を学ぶのです。お邪魔します。わあ、すごい広いですね。普段はその置屋さんとお茶屋さんをこう行ったり来たり。そうですね。その置屋さんの方はどんな感じなんですか。もう普通の家みたいな感じで。お家。そうですね。あの2人部屋です。芸妓さんと。芸妓さんと2人部屋、寝る時はどうしてるんですか。あの2段ベッドなので。2段ベッドで寝てるんですか。そうです。へえ。なんで舞妓になろうと思ったんですか。両親に勧められました。ご両親が勧めた。なんでまた。勉強が嫌いな子やったんで。好みさんが。そうですね。でまあこういうね世界もええのちゃうかって言って。ごく普通の中学生だった好みさん、親の勧めでこの世界に飛び込んだものの、実は舞妓がどういうものかさっぱり知らなかったといいます。仕込みさんとして沖屋に住み込み修行をしながら舞妓の常識を学びました。当時はあどけない顔をしていた彼女も現在舞妓3年目、17歳。例えばその字を書かはって、で消しゴムで消したはったら、その、ね、消しゴムのゴミが出るので、そういう時はゴミ箱をパッと持って行ったりとか、お姉さんの目線とかを見てると大体今はね分かるようになったんですけど、なんでずっと見てはんねやろうとか、初めも意味がわからないことばっかりですね。目線で教えてもらうんですね。そうですね。そうした心配りに加え、舞妓をあでやかに彩るのが季節感を取り入れた和の小物。意外にも彼女たちもプライベートでは普通に四条三条で買い物をしているのだそうです。ちなみに華やかで大ぶりな舞妓の帯留めは安いものでも何十万。もちろん一般客向けの商品もあるので、京都の雅な和小物を手に入れたいというお客さんに人気なのです。翌日、好みさんが舞妓の学校に行くというのでご一緒させていただくことに。いつもあんな格好してるわけじゃないですもんね。昨日はお気に、普段はこういうお稽古着で。舞妓さんが学校に通っているってご存知でしたか。よく見ると祇園の街角には授業の予定が書かれた黒板が。学校の名は八坂女工場学園。学校法人なのでいわば専門学校と同じ。ここで舞や三味線をはじめとする芸事を学ぶのです。これがお教室ですか。そうですよね。机がわーって並んでいるものでもないですしね。そうですね。この日は舞のお稽古。祇園町に伝わる
井上流の舞です。肩とも止まるね。肩とも止まる。足とかもちゃんと上げる。そう、チンチンで。祇園の舞妓芸妓すべてがここに通うため、生徒の年齢は下は15歳から上は90代までと幅広い。芸を磨きたいと思う限りずっと卒業はないのです。こうした学校お稽古場は祇園だけではなく課外ごとにあります。宮川町の場合は東山女子学園。この日の授業は外国人のお客さんに対応するためのマナー講座。国際化の進む中、舞妓さんたちも海外の常識を知る必要があると京都伝統技芸振興財団の取り組みで始まったばかりの授業です。こういうメンバーがいるかというのは誠に失礼な話なので、これは注意しないといけないし、京都の5つの課外全てでこうした取り組みが始まっていて、こちら本都町でも英会話の授業が行われていました。何をしているのか覗いてみると、この日はお座敷遊びを英語でどう伝えるのかのお勉強。夜、提灯の明かりが灯ると町がひときわ艶やかに。舞妓たちも一層輝きを放つ時間。その道、足の海を。このみさんも日々学校で学んでいる舞をお座敷で披露です。今日のお客さんのお一人は、お茶屋さんは初めてなのだそうで、楽しんでもらえたやろか、どうやろか。やっぱり仕込みさんの間は早く舞妓さんになりたいと思って頑張ってます。舞妓さんになったら今度芸妓さんのお姉さんがかっこいいと思って、舞とかお客様に対する接し方とか大人やなと思いますね。早く芸妓さんのお姉さんになりたいなって思いますね。今からそれを盗んで芸妓さんになりたいんですね。憧れるんですね。そうね。ねえ、お姉さんたち見てね。舞妓さんになりたいために仕込みさんがいてるということで、皆さんに横場というところで本当に舞、三味線、鳴り物、そしてお茶ももちろんですけど、英会話であったり、マナーであったりというのも最近習い始めていまして、本当に卒業のない学校って言ってました。もう80代、90代のお姉さんも通ってらっしゃる。90代の方もいらっしゃるそうでね。いらっしゃると、でも生涯ずっとやっぱり現役で、あとあの勉強していかないといけないですね。もう西区は通うぜ。いやいやいや、ちょっとハマりましたか。でもね、素顔も可愛らしいですね。本当にね、さんもね、そのまんまで、あの舞妓さんとしても結構こう舞妓さんになるとこうベールで包まれるのかなと思ったら、あの本当に17歳の少女だなって感じる部分と、横にいるだけで私が緊張するぐらい、私と同い年か上ぐらいに感じる時との気迫がやっぱりありましたね。確かに世の中の17歳が持ってない緊張感とかね、そういうものやっぱり話が合わなくなるとは言ってましたけれども、ちょっと垣間見えるところに携帯のねストラップがどこどこのお土産がついてたりして、17歳らしさが見えたりとか、そういう可愛らしさもあったの。伝統とか歴史ってのすごいね。女性まで綺麗に作り上げていってくれ、すごいな。芸妓さんを目指して頑張って、表の世界、裏の世界というのをお楽しみいただいたということで、